絶不調のエムバペさん。スタメン剥奪論が沸騰する。アール・マドリードは29日日本時間30日に敵地で、ラスパルマスと1継戦1で引き分けに終わり、開幕3試合で4位とスタートダッシュに失敗した。その戦犯としてやり玉に挙げられているのが、エムバペだ。今夏に鳴り物入りで相思相愛だった、アール・マドリードに入団したものの、リーグ戦では開幕後3試合連続でスタメン出場しながら、未だノーゴールと結果を出せていない。そうした状況に辛口のスペインメディアは、攻撃を強めている。スペインメディアエル・エスペクタドールは、欧州市場の大型契約者として加入した、フランス人選手は、レアル・マドリードの体制に、溶け込んでおらず、多くのファンがチーム体制に、問題があるのは彼だと非難している、とスペインで批判が高まっている現状を指摘した。続けてエムバペの加入は明らかに、カルロ・アンチェロッティ監督の戦術的アイデアを混乱させた。アンチェロッティは、ビニシウス、ロドリゴと完成させた、攻撃的トリオの真ん中で、前線に自分の居場所を見つけられなかったと、エムバペの加入がチームにとって逆効果になっていると糾弾した。スペインでの最初のリーグ戦3試合で、ゴールを決められなかったエムバペに対する批判が高まっている。このフランス人フォワードの加入が問題視され、アンチェロッティ監督に先発の座を見直すよう求める声も多いと、スタメン剥奪論が沸騰している。ジダンでさえレアル移籍当初は馴染めなかったが、徐々に適応し後にレアルのレジェンドになった。まだ3試合消化しただけだ。スーパースターなるゆえんだが、我慢も必要だろう。昔、ジダンもレアルに来てからもユベントス時代と、同じようにトップ下やってたけど、開幕から10試合ほどは全然噛み合わなくて、ジダン左、フィーゴ右、エルゲラ、マケレレの、ダブルピボーテにしてからようやくフィットしたし、最適解を見つけるまではなかなか苦労すると思う。新加入の開幕2試合で大不振とか、せっかちすぎるやろとも思う。これはこれでマドリーらしくておもろい、どうなっていくかまずは見てみよう。クロースがいないのが、かなり大きいと思うんだよな。そのうち修正して点取るようになるから、心配してない。期待が大きいこと、批判も受ける。